According to the Lions Club website, the organization began in 1917 with a 38-year-old Chicago businessman named Melvin Jones, who once asked his distinguished colleagues like this: "What if these men were successful because of their drive, intelligence, and ambition, were to put their talents to work improving their communities?" While there is no direct link between the Lions and the Masons, they are certainly on a very chummy basis, as evidenced in this speech, delivered in 2004 to a Lions Club by a Mason named James F. Kirk White. The topic of the talk was sharing Freemasonry within your community. As Kirk White explains, Masons are welcome in Lions Clubs and vice versa. That Masons recruit from fraternal organizations such as the Lions, Rotary, Kiwanis, etc. is also well known. I have seen some statements claiming that these clubs are actually part of the Mason network, sort of like front groups, but I have yet to find any credible evidence to support these claims. Isn't there really any links between these clubs with Freemason? Yes, of course, there is. There is much stronger links. Here is its evidence that shows the links between them. ライオンズクラブのウェブサイトによれば、ライオンズクラブはメルヴィン・ジョーンズという名前の38歳のシカゴの男性によって創立されたということになっています。実行力があり、知的で野心的な人で成功者であるなら、その力をまとめれば、その才能をグループを通してさらに発展させることができるのではないかと。そうして始まったライオンズクラブは現在の今世界最大のクラブ組織となり、その会員は191カ国4万6千クラブ135万人にもなっています。ライオンズクラブとフリーメイソンの間には直接的な関係は全くないと言われていますが、2004年にメイソンのメンバーのジェームズ・ F ・カール・ホワイトは、あなたの仲間にフリーメイソンを共有しようと題してスピーチの中で次のように述べています。カール・ホワイトが言うには、フリーメイソンのメンバーはライオンズクラブでは歓迎されるし、反対にフリーメイソンではライオンズクラブのメンバーは歓迎されると。メイソンはライオンズクラブやロータリークラブ、あるいはキワニスなどの友好的な団体からのメンバーを起用している。またこれらのクラブの中には実際にメイソンの、つまりはその外部組織としてネットワークの一部であると主張している人たちがいるが、実際にはそうした主張を裏付ける証拠は何もない。ただライオンズクラブの創始者のメルヴィン・ジョーンズも、続いて紹介するロータリークラブの創始者のポール・ F ・ハリスもフリーメイソンのメンバーであったことは事実である。繰り返します。ただライオンズクラブの創始者のメルヴィン・ジョーンズも、続いて紹介するロータリークラブの創始者のポール・ F ・ハリスもフリーメイソンのメンバーであったことは事実である。これらのクラブとフリーメイソンは関係がないのでしょうか。がもちろんあります。関係以上の関係です。広し林、ハーママスリージャパン。
1905年、アメリカのシカゴでポール・P・ハリスという人物によってロータリークラブが創立されます。そして同じシカゴで1917年、ちょうど100年前にメルヴィン・ジョーンズがライオンズクラブを創立します。ここで重要なことは、ポール・P・ハリスもメルヴィン・ジョーンズもフリーメイソンのメンバーであったということです。そしてロータリークラブとライオンズクラブは同じシカゴで産声を上げています。左が1905年にロータリークラブを立ち上げたポール・P・ハリスです。そして右が1917年にライオンズクラブを立ち上げたメルヴィン・ジョーンズです。で、先ほども説明しましたように、ロータリークラブにせよライオンズクラブにせよ、フリーメイソンとは直接的な関係はない、あるいはその証拠はないということになっています。で、検証してみます。まずロータリークラブから検証してみます。歯車の形をかたどった紋章を使っています。24枚の歯車、そして6本のスポークを使った紋章です。この歯車に4本ごとに点をつけてみます。そして線でつないでみると、それはそのまま六芒星、つまりダビデの星の形になります。言うまでもなく、ダビデの星とユダヤ人との間には深い関係がありますが、それだけではありません。もう一度ロータリークラブの紋章を注意深くご覧になってください。色に注意してください。黄金色と青が基調になっています。黄金色と青です。黄金色と青の組み合わせはユダヤ人にとっては聖なる色と言われています。黄金色と青はユダヤの聖なる色である。その2色を使って古来よりユダヤ人は修道教会、寺院、メイソンロッジの屋根を装飾しているとあります。黄金色と青に注意してください。そしてダビデの星も黄金色と青で装飾されています。そのロータリークラブはフリーメイソンとも大変深い関係にあります。これはアメリカの切手です。8セント切手ですけども、右下にロータリークラブの紋章、そして左にはトーチが描かれています。言うまでもなく自由の像のトーチということになります。つまりこのような形でロータリークラブと自由の像イコールフリーメイソンとは深くつながっているということです。左が自由の像です。トーチを掲げています。自由の像はアメリカが独立したときに、フランスのフリーメイソンからアメリカのフリーメイソンに贈られて建てられたものです。このようにフリーメイソンと自由の像、そして切手を介して自由の像とロータリークラブは深くつながっているということになります。つまり関係がないとはとても言えないということになるのではないでしょうか。ではライオンズクラブはどうでしょうか。ライオンズクラブ創始者はメルヴィン・ジョーンズということになっていますが、なぜライオンなのでしょうか。がその答えは簡単に見つかりました。ライオンといえばセント・ジェローム、セント・ジェロームといえばライオンということになります。これは
レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵ですけども、右下に注意してください。そこにはライオンが描かれています。つまりライオンとセント・ジェローム、つまり1500年後のイエスとは切っても切れない関係にあるということです。セント・ジェロームとライオンです。私、林浩司はライオンズクラブを創設したメルヴィン・ジョーンズはこの事実を知っていたと判断しています。そして自ら立ち上げた組織をライオンズクラブとしたと。つまりライオンズクラブのライオンは1500年後のイエスの友達という意味になります。こうしてロータリークラブとユダヤの関係、そしてライオンズクラブとイエス・キリストの関係がつながり、その先でフリーメイソンとつながり、さらにはイルミナティへとつながっていきます。では結論ということになります。これら2つのクラブはフリーメイソンと関係があるのかないのか、また関係というのはどういう意味なのか、その判断は皆さんにお任せします。左はロータリークラブを創立したポール・P・ハリスです。そして右はライオンズクラブを創立したメルヴィン・ジョーンズです。共にフリーメイソンのメンバーでした。そしてその上に位置するのがイルミナティということになります。イルミナティに入会するためにはまずフリーメイソンに入会しなければなりません。そういう意味でイルミナティはフリーメイソンの上位団体であると私、林浩司は判断しています。こうして4つの組織が1つの輪でつながっています。 Bye for now. According to the Illuminati official website, it reads as follows. The Illuminati is an elite organization of the world leaders, business authorities, and other influential members of this planet. Our collective unites influencers of the world in an unrestricted and private domain.Free of political, religious, and geographical boundaries to further the prosperity of the human species as a whole. イルミナティの公式ホームページによれば、イルミナティというのは、この惑星における世界の指導者、ビジネス界、及び影響力のある人たちで構成されるエリート集団である。我々の組織、つまり共同体は、個人、政治、宗教、地域、国にとらわれることなく、全体として人類のさらなる繁栄を目指し、世界への影響力を一体化するものである。と、広林浜松シティジャパン。アメリカの1ドル札の裏には、イルミナティのシンボルマークが印刷されています。Eye of Providence、 摂理の目と言われています。フリーメイソンとイルミナティの関係についてはよくわかりませんが、イルミナティに入会するためにはまずフリーメイソンに入会しなければならないということになっています。で、これがイルミナティの公式のホームページです。まあ、わかりやすく言えば、ここに書いてあるように、エリート集団であると。一般の私たちには関係のない組織ということになりますが、こうしたメンバーが、まあ、私たち人間をですね、上からというか、裏から操っているということになるのではないでしょうか。こうした組織の構成図もですね、
明らかになっています。で、これが I have providence、摂理の目ということになります。で、最も古い摂理の目はですね、ウルで発掘されたプアビ女王のですね、遺骨とともにこんなゲーム版なるものが発掘されています。これはゲームボードということになってますけども、ゲームボードではありません。一般に二重マスゲームと呼ばれています。これは神々のカレンダーです。で、この中に目が描かれています。私が知る限りと言いますか、私が今まで調べて発見した範囲においてはですね、これが最も古いイルミナティのシンボルマークということになります。このゲームボードなるものの上にはですね、5種類の絵が描かれています。それを並べてみます。そうしますと、8、20、50、12、40という数字が浮かんできます。40というのは、言うまでもなく、延期の非数字です。神聖数ですね。で、40イコール延期、すなわち、延期の息子のマルドゥク。ということになるわけですけども、この40が、一つの謎を解くヒントになりました。つまり延期、プロメテウス。人間を創造したプロメテウスということになります。で、こんなハンドバッグのようなものも見つかっています。上がイナンナ・イシュタールの紋章です。下がというか目がですね、40が延期の紋章ということになります。ここに目が初めて現れます。Eye of Providence ですね。もっと言えば、プロメテウスの目ということになります。そこで今度は、イルミナティの歴史について調べてみました。それは、シッチンの解読したクレイタブレットが大きな、まあ、ヒントと言いますか、手がかりになりました。それを全文訳してみました。ここが重要ですから、皆さんにもじっくりと読んでいただきたいと思います。私が知る限り、イルミナティという言葉が歴史の中で初めて現れるのは、このクレイタブレットの中と思われます。少し長いですけども、まあ、人間の歴史を知る上においてですね、大変重要な文章かと思いますので、まあ、よくお読みください。
そのイルミナティのシンボルマークがバフォメットということになります。このバフォメットの由来、意味についてはいろいろなサイトが論じていますから、興味のある方はどうかそちらの方をご覧になってください。で、このバフォメットで注意していただきたいのがフィンガーサインです。指のサインですね。欧米では、まあ日本では馴染みがありませんけども、こうしたフィンガーサインで自分の感情を表現するということがよくなされています。で、フィンガーサインですけども、これはジョージ・ワシントンの半裸体像であります。このジョージ・ワシントンとバフォメットの姿勢を比べてみてください。ジョージ・ワシントンは明らかにバフォメットの姿勢を真似ています。そして、ジョージ・ワシントンの右手を見ていただきたいと思いますが、写真が不鮮明なので分かりにくいんですけども、その指の形、すなわちフィンガーサインはバフォメットと同じかと思われます。人差し指が見えにくいので、それがどうなっているか分かりませんけども、まあ、ほぼ同じと私は判断しました。で、これがバフォメットです。もう一度、この指の形を注意深くご覧になってください。中指と薬指が折れ曲がっています。そして、アメリカの歴代の大統領たちも、ふと、まあ、なってますか、人目につかないところでこのようなフィンガーサインを出して見せています。大統領だけではありませんね。文化人、スポーツ選手、映画俳優、歌手、みんなその時々においてこうしたフィンガーサインを出して、そして私たちに何かを伝えようとしています。で、興味深いことに、ローマ法王もやはり時折そうしたフィンガーサインを出しているということです。もちろん映画、アニメの中にも表現されています。ウォルト・ディズニーが自分の作品の中に Eye of Providence をあちこちに表現しているということは以前私が皆さんに紹介しました。他にもいろいろな場面でそうした、まあ、イルミナティのサインが表現されています。つまりアメリカという国はですね、フリーメイソン、そしてイルミナティの支配する国と考えても良いのではないでしょうか。あるいはその背後でと言いますか、上でフリーメイソン、イルミナティが指導、支配しているというふうに考えることもできます。もちろんその影響は私たち日本及び日本人にも及んでいるものと思われます。まあ、つまり、私たち日本人もですね、フリーメイソン、イルミナティとは、無縁の国、あるいは民族ではないということになるのではないでしょうか。続くビデオどうかご覧ください。Bye for now.